全員と戦い、だが倒すな。一度目の相手からは必ず生還し、下せんな。貴様、これだけの腕を持っていながらキャスターについたのか。貴様取りんならば、キャスターになぞ遅れは取るまい。驚いたな。何を言い出すかと思えば、まだそんなことを口にするのか。ランサー、私は少しでも賞賛の高い手段を取っただけだ。リンがどう思うと、私はこれ以外の手段はないと判断した。そうかよ。尋ねた俺がバカだったぜ。確かにお前は戦上手だ。そのお前が取った手段ならば、せいぜいうまく立ち回るだろう。だが、それは王道ではない。貴様の剣には、決定的に誇りが欠けている。ああ、あいにく誇りなどない身だからな。だが、それがどうした？英雄としての名が汚れる？
笑わせないでくれよ、ランサー。汚れなど、成果で洗い流せる。そんな余分なプライドはな、そこいらの犬にでも、食わせてしまえ。犬と言ったな、アーチャー。事実だ、クーフーリン。英雄の誇りなぞ持っているのなら、今のうちに捨てておけ。よく言った。ならば、お前が先に行け。俺のゲイボルクの能力は効いているな、アーチャー。行くぞ、この一撃。手向けとして受け取るがいい。
驚いたな。アイアスを貫通しうる槍がこの世にあろうとは。君のそれはオリジナルのグングニルを上回っている。何者だ。ただの旧兵だが、君の見立ては間違いではない。ザレ事を旧兵が宝具を防ぐほどの盾を持つ者か。場合によっては持つだろう。だがそれもこのざまだ。魔力の大部分を消費したというのに腕をやられ、アイアスも完全に破壊された。まったく私が持ちうる最強の守りだったのだがな、今のは。それより気づいたか、ランサー。キャスターめ、存外に苦戦していると見える。こちらに向けられていた監視が止まった。そうかよ。そうじゃねえかとは思ったけどな。てめえ元からそういう腹か。無論だ。言っただろう、勝率の高い手段だけを取ると。とことん気に食わねえ野郎だな、てめえ。